ドフラミンゴ再評価の流れに対するみんなの反応を見ていくぜ。分かってヘラヘラしてはいたけど、ルフィのバウンドマンと殴り合ったしちゃんと鍛えてるし、能力も覚醒させてるし個人の武力としてもしっかりしてるんだよな。連載当時の言われようがひどかったけどそろそろ再評価の流れが来ると思う。ゴムがこんな起動するわけねえわな。まだおい、テルフィの石で動かしてるんじゃないの？最近のワンピースで身には石が宿ってることがわかった。おそらくゴムゴムの実、ニカの精神が自動追尾させてるんじゃないかな。強さはともかくこいつが散々言われてたのって言動の小物集がひどいからでは。若々小回りが明かされて本当にボロクソ言われてただろうが。カイドウにはビビるとはいえ、ジョーカーと呼ばれて恐れられた男だけはある。ベラミーに名前貸したり買ってやったり、波長が合えば悪いやつじゃないんだろうな。てか鳥かごのバグ性能と唐突な不幸語りで株落としてるというか、鳥かごのバグ性能で株落としたってあんまりだろ。かわいそうなジョーカー。ひとえにてめえが性格悪いせいだが。鳥かごはそのどうやったって止まらないし切れない鳥かご糸で防御と攻撃すれば負けなかったんじゃね？体を鳥かごの糸で覆って殴れよもう。散々新時代とかスマイルとか意味深なこと言ってたのに実態はカイドウにビビって下っ端になったやつだったのが。鳥かごを除いても四皇最高幹部ぐらいの強さはありそう。まともに戦う姿見たらあんなのに勝てるわけねえってなるよカイドウ。糸が能力おかしい。直接糸で操るならまだしも寄生糸はもう別の能力だろ。バトルについてはそこそこ評価してるよ。若の言われようがひどいのはそこじゃない。雷鳴発揮耐えれるかな若。本人が無駄にタフなのはやっぱ天竜人だからなのかな。切れない方が不条理みたいなこと言ってたのに普通に切れなかったゾロの株まで下げやがって。なんで鳥かごの糸の方がルフィと戦う時に使う糸よりはるかに強いんだよ。たかだか人間一人の能力だ。止まらねえ方が俺には不条理だ。止まらねえ不条理だ。これでマジでは肩押すまで止まらないのひどいよね。ロート先に戦って内臓ズタズタにされてる状態でこれだからな。というかローの能力がマムヤカイドウみたいな化け物覗いたら無法すぎるくらい強い。ネーミングセンスだけはズバ抜けてると思う。16発の聖なる教団好き。まあ片栗クラスというと疑問だがジャックや今の麦わら幹部が勝てるかというとまだ疑問だから再評価するなら10億はあっていい気はする。片栗は改めて見るとあの強さかつ四皇幹部の肩書きで10億はまだ安いよな。あんまり外で目立たないポジションだったのかね。まあ手のひらから糸が出るだけの能力をあそこまで鍛えたのは誇っていいよ。鳥かごなしでも数珠封じ込めたり氷を自力で解除とか割とおかしなことやってるんだよな。ルフィ以外と戦えば評価も変わりそうだけどそんな機会はなさそう。ダメージ的にはレオバズーカで十分なはずなのにイベント演出こなしきるまでは一定以下に HP 減らないみたいな感覚。カルバリンってスネークマンの時だけの技だと思ってた。スピード特化のスネークマンの時はジェットカルバリンになる。鳥かごは切れてもすぐ修復して追いつかないとかなんかやりようあったろ。この頃から大して変わってないイメージあるけど多分もう若トルフィって勝負にならないんだよな。2年前ルフィに負けたクロコダイルがなんか強くなってるから若も再登場時に強くなってるかも。クラッカーとかカタクリにも言えるけど流れ桜すら覚えてないルフィのギアフォースとやり合ってる時点で老いた格落ち感がある。ルフィはカイドウ戦で成長しすぎだわ。3時じゃとりあえず相手にならないんだよな若。あの頃はまだ強キャラ感あった。黒ひげが上り調子の時に石奪って、頂上決戦の立ち回り次第じゃ四皇の一角に座れてたかもしれねえのにな。ひとえに先が見えてなかったせいだが。若は何が悪いって性格と性根が悪いが全てだし。ジャック、クイーン、キング、ジョーカー、だからかなり信頼されてたのかとも思うが。若の強さ自体は当時でもそこそこ評価はされていた。若の性格や過去に対する姿勢が嫌われてたのも当時から変わらない。変わったのは連載当時と単行本で読めるバトルのテンポ感の感じ方。七部会は船長強いけど部下が全体的にパッとしないから。鳥かごが若中心に発動してるから自分は鳥かごの外に行けないってのは妄想なのか公式設定なのかわからない。妄想。海賊王になる夢再燃してから海に戻って2年経ってるワニが強くなってるのはわかるけど、牢獄でガシャン。ガシャン、してるだけの41歳がいきなり強くなって再登場とかしたら笑っちゃうよ。41歳は言うて強くなりたいっていう意欲もあるのか怪しげなところちょっとあるだろ。ミホークは間違いなく単体で4皇と互角だろうからそれにハンコックやジンベイ加わったら確かに七部会の武力高いなってなる。
戦争とかミホーク・ハンコックがちゃんと仕事するだけで白ひげ倒せた気がする。白ひげおじいちゃんも死にかけだったし。そもそも今さら牢獄でガシャンガシャンしてる若助けるためにまたインペルダウン格作尺あるのか？ボンちゃんがいるからなぁ。41歳も遊んでただけだな戦争中は。ミホークは4高級って分かったしビスタ倒せただろって思う。あいつ常に遊んでるからそこがわからん。本人は10年くらい出番ないのにミホークの強さが盛られるたびにビスタの株が上がっていく。マルコ・ビスタ・ジョズは今考えると、強すぎない？って感じる。糸糸って当初は指からチロチロ糸が出るだけのチャッチー能力だったのかな。糸糸はパラサイトは操り人形だと思えば納得できるけどブラックナイトはさすがに何でもありすぎる。そろそろゾロとサンジは差しでドフラミンゴに勝てる頃かな。ゾロはもう普通にいけるだろ。このままワンピースが終わるまで新聞読んで笑ってそう。ドフラミンゴはなんなら今解放されても何したいのかやりたいこと特になさそうだろ。2年でワニがどんだけ盛られてるのか早く知りたいな。ロウが41歳戦で死にかけたりして窮地に追い込まれまくったから覚醒まで行った気もする。バウンドマンに対応できないなりに耐えすぎてるから、一応街道の下請け会社の社長のメンツは保ててる。ドフラミンゴは無駄にタフだったせいで印象が散漫になって弱いイメージになる。鳥かごとか性能おかしいけどあれうまくいっても最終的にドフラミンゴみんなで襲うレイドかだし、若とかシーザーとかカタクリとかクラッカーとか身の能力練り上げて強いってタイプは好きだな。クラッカーは相当努力したんだろうなってなる。今の若何してんだろ。糸で作った影武者が遠隔で戦えるのずるくない？資格あんの？ってなる。糸を使って空を飛ぶ、糸を使って他人を操る、糸を固くすることで斬撃も可能、覚醒することで街中の建物を糸にしてしまう、最終兵器鳥かごにより時間制限をつけることも可能。強すぎる。初登場時に3億4000万ベリーという破格の懸賞金で登場。糸使いキャラの中でも最強格の能力。バカにされてるけどねじ曲がってもしょうがない過去持ち。ルフィに怠慢なら実質勝利してた。なんでバカにされてるんや。今は毎日新聞与えればおとなしくなる雑魚やけどな。糸で分身も作れるし万能。ドフラミンゴ39歳の頃は4校並みにカリスマあったのに41歳になってここまで落ちぶれるとは思わんかった。糸で臓器作ってたし回復能力もすごい。ギアフォースに圧倒されてたけどタフすぎる。グラサン外してほしい。カイドウからの評価がジョーカーで大看板と並んでるから4校最高幹部レベルではある。ギアフォースルフィにはパワー負けしてたけどタフさで耐えたし、怠慢なら勝ててそう。ハズレみたいな能力なのに、よくここまで消化させたな。怠慢ならルフィは負けてただろうな。ギアフォースでドフィをボコってたけど、時間切れになる。間違いなく強キャラ。